皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、自民党総裁選挙が行われました。この結果として菅官房長官が新総裁に決定しました。この件について、総裁選挙が一体どうだったのか、そして今後どうなるのかについて解説を行っていきます。なお、この話題そのものはテレビニュースのまさにトップニュースとして、もはやほとんどの人が知っていると思いますので、その結果についても軽くご紹介だけします。自民党新総裁に菅官房長官を選出。あさって首相に就任へ。安倍総理大臣の後任を選ぶ自民党の総裁選挙は、国会議員と都道府県連の代表による投票の結果、菅官房長官が新しい総裁に選出されました。菅氏は16日衆参両院の本会議で行われる総理大臣指名選挙を経て第99代の総理大臣に就任する見通しです。開票結果、有効投票534票のうち菅官房長官が377票、岸田政務調査会長が89票、石破元幹事長が68票を獲得し、菅氏が新しい総裁に選出されました。地方票では菅氏が89票、岸田氏が10票、石破氏が42票をそれぞれ獲得していることから、国会議員票は菅氏が288票、岸田氏が79票、石破氏が26票を獲得したものとみられます。今回の総裁選挙によってまず一つ確定したことがあります。それは石破氏がどのような存在であったかということです。総裁選挙が行われる前においては、一部報道では石破氏が国民的人気があるかのように煽り立てる、そういった報道も何度も目にしました。しかしこの総裁選挙が行われたことによって、彼のどのような立ち位置であったかというのが明確になりました。そもそも石破氏は自民党与党の中のおける批判勢力、いわば野党だったわけです。そして日本国民全員に、さあ次の総裁として誰がふさわしいですかと聞いた時に、自民党の中における野党である石破さんに対する支持があったということです。このために一部報道などでは石破氏に人気があるかのような報道がされていたのです。しかしこの総裁選挙になった途端に、じゃあ一体誰が地方票を一番集めたかといえば、それは菅さんだったわけです。このことからわかるように、自民党の中における批判票の受け皿として石破氏が評価されていて、決して国民的人気があったわけではないということがわかります。また一方では議員票というものもあるのですが、こちらも石破氏の自分の派閥にプラスアルファ数票という形で、彼が国会議員の中で全く支持されていないことを示しています。これは以前行われた総裁選挙から大きな進歩が全く見られないということの一つの証拠でもあります。一方で2位に終わった岸田さんの場合は、確かに地方票の伸びは非常に少ないものでした。これは岸田さん自身がどのような人物であるかというのがそもそも知られていない上に、今回の総裁選挙において安倍政権の継承者がそもそも菅さんであるという位置づけに対して、一方で与党内の野党という立場を獲得している石破さんと比べて、どうしても岸田さんの特色というものが見えないものになっています。前政権の継承者である菅さんか、もしくはそれに反発している石破さんかという、もしもこの二択になった時に、じゃあ岸田さん一体どういう立ち位置なのということになった時に、菅さんの第二候補ですという形になってしまったわけです。ただし総裁選に出ることは非常に意味があります。なぜならば今回の総裁選挙だからこそ、テレビであろうとネットであろうと新聞であろうと雑誌であろうと、さまざまな人が岸田さんに話を聞いてどのような考えであるかというのを報道されるようになったわけです。ですから今回ダメだったからといって次がないわけではありません。少なくとも人間というものは成長が可能ですから、現在においてダメだからといって、じゃあ次も永遠にダメかというと、そういうわけでもないからです。ただし石破議員のように前回ダメだった、そして今回改善が見られたかといえば、別にそういったわけでもないということもあるので、岸田さんも今回の件でじゃあ次があるから頑張ろうといったところで、次の総裁選の時に全く成長していなければ、それは彼自身の責任となります。それでは総裁選について少し振り返ってみましょう。そもそも各候補者が自分はこうやりたいといった話をしているわけですが、その中において一つ問題がありました。それは現在新型コロナウイルスに対する問題を解決しなければならないという話が一番最初に来ていてました。にもかかわらず、この問題に対する具体的な話というのはあまり聞かれていません。特に私が注目していたのは、日本版 CDC 疾病対策センターを創設すべきだといった話を、なぜかこの3人が3人ともしていないことに対して、私は違和感がずっとありました。
現在厚生労働省を中心にして対策に当たっているわけですが、あくまでもそれは急場しのぎといった面があります。保健所を管轄する省庁ですから、確かにこの問題にも当然のように対応するわけですが、しかし感染症対策の専門家が非常に多くいるかといえばそういったわけでもないことがこれまでも分かっています。専門家らを集めて、それによって厚生労働省の動きに対してこうした方がいい、ああした方がいいという意見を吸い上げる、そういった構造にはなっていますが、行政機関の側でそうした専門家を要請していなかったのではないかというのは非常に大きな問題です。保健所に対する予算や人員などについても基本的には削減の方向だったわけで、これらを回復させるためには予算をしっかりと当てることや、もしくはこの感染症がいずれは新型コロナウイルスからさらに新型インフルエンザといったものまで他の感染症へと対策が広がっていくことは避けられないわけですから、今から次の危機に対応するために、たとえ現在は間に合わなくても将来的には日本版疾病対策センター JCDC を創設するということをぜひとも総裁選の中で誰かが言ってほしかったものです。さて、菅官房長官が次の総理に決まったわけですが、それによって総裁選で争った岸田さんや石破さんをどう使うかというのがこれからの注目点になります。石破さんが党内野党であるという話をしましたが、今後彼をどう処遇するのかも一つの注目のポイントです。ただしこれに関しては私は菅官房長官がどれだけの器量を示すかにかかっていると思います。例えば菅官房長官と岸田さんの間では一つ共通項がありました。それは現在の古い体制、特にアナログ世代の行政組織や産業政策において、これをデジタル化しなければならないという共通の危機意識がありました。ですから菅官房長官は岸田さんに対してはデジタル庁もしくはデータ庁を創設した時に、その責任者に岸田さんを当てて次期総理総裁を目指すのであれば、自分自身が言っていた政策の目玉、これをまさに実現するために手腕を振るってくださいということを菅官房長官は言うべきでしょう。そうすることによって岸田さんは自分自身が言ったことを有言実行しなければならないわけで、まさに政治生命をかけた戦いとなります。ですから他の誰よりも本気でこのデジタル化などに取り組むこととなり、そのような働きが目覚ましいものがあれば、岸田さんの将来的においても良いことですし、同時に菅政権にとっても良いことです。そのことは当然のように引いては日本のためになると、まさに一石三鳥の話です。この話は他の候補である石破さんについても言えます。石破候補は総裁選において防災庁を設置すべきだという話をしていました。それは今後台風が巨大化する話や、もしくは地震対策、津波対策、様々な災害対策として司令塔となるものが必要だという話です。この話、それ自体は別に否定するわけではありませんし、そのような専門の部署というものがあった方がいいのは明らかです。ですから、この問題にどれだけ対処するのかという意味にも含めて、石破さんをその責任者に当てるというのも一つ良いでしょう。ただ現実問題、政権内部に入った時にそれでも総理を批判するようなことがあれば、それは政権の求心力にも大きな問題が出るため、非常に難しい話でもあります。このように総裁選において争ったからといって、それらについて全て排除するのではなく、それら全てを取り込んだ上で、それぞれの候補者が目玉にしていた話を、じゃあ自分でやってみなさいと突きつけるというのも一つの手段ではないかと私は思います。なお菅官房長官は総裁選においては、まずは内政に集中するという話を何度かしていました。例えば携帯電話料金についての引き下げを構造的に図るためにはどうしたらいいかという話や、岸田さんと意見が同一であった行政のデジタル化などについてです。そして行政組織全体としても、今省庁の縦割り行政が進んでいて、それらについて横串を刺してしっかりと連携させる、意見がやり取りしやすく行政の円滑化が図られるような形にしなければならないといったような話をしています。これらについては当然推進した方が良いのは明らかです。そしてこれらの改革というのは進めた方がいい話なのは明らかなのですから、この話を論点として解散総選挙に打って出るというのも別に悪い話ではありません。ただしその場合は明らかに私は迫力不足だと思っています。例えばよく言われるような行政改革をもっともっと幅広く取り入れるべきです。例えば NHK をぶっ壊すでおなじみの NHK の改革などについても取り組んでいいと思います。私自身としては NHK についてはスクランブル化ではなく、そもそも分割民営化、もしくは国有化という案を考えています。現在の総合テレビや BS などそれらについてはもう民営化して公共放送としてはやめてしまいます。そして NHK の教育については今後少子化
化の問題もあるので、そのまま民営化しても経営が成り立たないでしょう。ですからこの部分、教育放送については国営化し、そして災害等が起こった時にはその災害情報を伝えるために使うといった形で国営化するのが望ましいと考えています。その他にもデジタル行政を進めるのであれば、現金決済をいかにしてやめさせて、それによってお金の流れを明白にし、税金をどれだけ逃れているか、そういった部分についてもメスを入れるべきでしょう。そのためにもデータ庁やデジタル庁といった動きをどんどんと進めるとともに、必要になるのが歳入庁です。これは中小企業などにおいては現金決済などを中心として帳簿をちょろまかしたり、税金逃れする人たちというものを補足するためにも非常に重要な政策です。また携帯電話の話と少し絡むのですが、公共の財産を民間企業が活用して利益を上げるという構造は、携帯電話の電波だけではありません。テレビ局の放送についても同じように、国有財産である電波を民間企業が引き受けて、これによって商売を行っています。以前の動画の中でも言いましたが、テレビ局の平均年収というものは非常に高いものがあります。しかしその大元となっている放送免許や放送についてのお金については、ほとんど利益に対してはそぐわないほど低額のお金しか国に納めていません。これらについて電波オークションを行うなどは一つの改革案でしょう。そして全体の状況から言っても、今菅官房長官に対しては大きな追い風が吹こうとしています。それは新型コロナウイルスの問題が、日本国内においては少なくとも感染の急拡大といったものが見られない状況で、現在は停滞からじわじわと沈静化の方向に向かっている、この方向性が今明らかになっています。それはなぜなのかといえば、まず第一に国民の行動が変わってきたということです。以前よりもずっと多くの人々がマスクをしています。そして多くの人々が、これは多くの人に感染させてしまう、感染してしまうかもしれないという不安をもとにして行動していますから、以前よりはずっと集団感染などが起こりにくい状況となっています。こういったこともあって、現在小学校や中学校といった子どもたちがマスクをする生活に変わったことで、感染症、いわゆる新型コロナウイルス以外の病気についての伝染なども非常に抑えられた状況になっています。子どもたちがそのような状況ですから、大人たちに対してもみんなが気をつけるということを続ける限りは、急拡大といったものは起こらず、医療関係者のレベルアップや、もしくは効く薬の発見や改善などが続くことによって、少なくとも日本ではここから先すさまじい勢いで感染が広がって、被害が膨大になるといったことはあまり考えにくいでしょう。これらのことも菅官房長官にとっては今後かなり良い展開だと言えます。新しい政権においては、安倍政権の政策というものをある程度引き継ぐ、継承するということを訴えているわけですが、それだけでは国民は満足するものではありません。問題があったのは間違いないのですが、その問題に対して改善し、そして発展させていかなければ、国民の多くは満足するわけではありません。ですから菅官房長官が掲げているような行政改革をするというのであれば、どれほどやるのかというのがこれからの見物となります。皆さんは新総裁に菅官房長官が決まった、そして次の総理が彼であるということを聞いて、どのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。